皆さんこんにちは、金子秀樹です。坂井亮太です。金子コーチ、はい、シングルバックハンド私、打ってるんですけれども、クロスから、クロス、クロス、ダウンザラインっていうあの、定番のポイントパターンがあるじゃないですか、で、そのダウンザラインで、ちょっとトップスピンじゃなくって、少しこう滑っていくボールで、なんか相手のバランスを崩しながら、なんかあのワウリンカとか、TM のようなこうダウンザラインが打ちたいんですけれども、これ打ち方っていうのはやっぱりこう普通のトップスピンとはまたちょっと違うんですかね。そうだね、まあ多分言っているダウンザラインの場合少し、まあ、フラットっていうわけじゃなく、まあ、スピン、でそれも縦のスピンじゃなくて横のスピンになるので、まあ、アウトサイドインだよね。極端なアウトサイドインもあれば、まあ、少しアウトサイドインも出てくるし、まあ、打ちたいボール高さによっていろいろ変わってくると思うんだけど、軌道さえ決めとけばこっち行ってもこっち、こっち行ってもこっちってなるから。なるほど、こういう曲がるのを計算して打つ、計算をして、まあ大小はともかく、という方が簡単なことしてんじゃないかなっていうふうに思うね。なるほど。そうしたらまあ一つそのちょっと高めのボールにはなると思うんですけども、アウトサイドインでサイドスピンで打つことは、ちょっとその打ち方を、教えていただければ。了解です。バックハンドダウンザラインのこう弾まないボール、を今日は、テーマとして取り組みたいと思います。OK です。ではバックハンドダウンザラインで、このダウンザラインの狙いは、エースを奪うというより相手に触らせたいショット、走らせたいで、走らせたら触らせたいショットになります、そのためにトップスピンではなくサイドスピンをかけます、そうすると何が起こるかというと、気づかないとクロスの精度が甘くなる、カウンターの相手が、で球種をもしそのまんま気にせず打ったらミスも誘える、で強弱も難しい、このショットを打たれると、ということは、攻撃の起点となるショットになります、やはりダウンザライン系なので、アプローチの時もそういうショットを打たないとダメ、弾まない、これはバックハンドフォアハンドしかりで、シングルダブルハンドしかりです、同じ原理原則と一緒です、シングルハンドの方の場合はこのようにして、クロスコート行くときはインからアウトにこう、振った方がさらに左利きフォアハンドに近いショットになると。でこのショットでダウンザライン打っても通常のショットで、相手は特別考えないでも返せる、クロスコートカウンターも簡単に打てるし、もし甘ければ相手の逆クロスになってしまう、フォアハンドの逆クロスになってしまうので、やはりこう少し高いボールは向こうのコートに行ってから弾まないショットを打ちたい、これはあのやっぱり高いボールじゃないと難しい、ね、でも感覚ある選手とかはやっぱり行くね、低いボールでも行く、こう言っちゃいますか、例えばアルマグロ、スペインのアルマグロとかはもうベースラインの、もう後ろからも狙って行く、でこれが攻撃の起点になって甘かったら入ってフォアで主導権握ったり、結構攻撃の起点としてみんな使う、あんな後ろからでも体勢崩せる、体勢崩せる、球種によっては、普通に打ったらダメですか。普通にトップスピン打ったら通常の相手フォアハンドで、しっかり入ってこられたり、で、高い打点で行かれたりもするから、普通に打つ場合はクロスには打つだろうね、で打ち方としては、いくつかある、最初からフォアで言うと背屈にしてこう入る、これが多分一番簡単じゃないかなと思う。ただしクロスが打ちづらい、これだと最初から背屈作っちゃう、背屈だと、だからダウンザラインメインになる、ダウンザラインメインの選手がこういう打ち方、だけどやはりバックハンドってクロスをメインにしたいので、こういう打ち方の人は少し打ち分けたりしたり、でもう一つの打ち方は、いわゆる、バックフォアで言うと背屈気味に作って、この、フェイスアングルとパスを少し計算しながら入れてくる、TM とかそういうタイプです。こういうなんか流すような感じの、でクロス来るのかダウンザライン来るのか読みづらい、こういう風にして入る、今そんなにいないんだけど、誰になるだろう、金子コーチの好きな、マンシーニ、マンシーニとか、昔の人はそうだよね、大体こっちですかね、典型的なのはベッカー、ベッカーの時はもう力ある人しかこういう打ち方できなかった、
ベッカーの方がより現代的ってことですか。まあ現代のバックハンドに近い、ね、はいはいはい、うん、こういう風にして、うん、なのでまあ一つやはり、思考で変えないといけないのはアウトサイドインでもいいんだっていう、バックハンドシングルハンドで言うとこうラケットをこう返してスピンをかけたりとか、はい、なんだろう、下から上とか、まあ、こういう使い方かな、はい、あとは前肩を少し残しといてとかという意識がスピンかける人に多いと思うんだけど、はい、もう体も開いてしまって打つのもあり、ダウンザラインの場合、ダウンザラインの場合、うん、ダウンザラインの場合、うん、じゃあもう肩入れしてなんか普通通り打とうと思ったらこのショットはなかなか打てない、スピンがかかりやすくなっちゃうんだ、かかりやすくなる、うん、打てないわけじゃないんだけど、打てないわけじゃなくて、うん、でここではスピンを抑えたいので、はい、うん、アウトからインに入ってくると、はい、うん、では僕、まあ、そんなシングルハンド打てるわけじゃないんだけど、まあ、原理原則に沿ってやってみたいと思います、はいはいはい、まあ、まずクロス、クロス、はいはい、少し小屈を入れます、まあ、こんな感じかな、うんうん、でこれをアウトサイドインに持っていきます、はいはい、まあ、アウトサイドインなんで大抵のこのクロスを、まあ、流して打つようなイメージも持ちたいんで、はい、打ち方としてアウトサイドイン、まあ、球種的には今みたいな感じです、こんな感じかな、うん、こっちの方が打ちやすいですね、うん、こっちの、おー、なるほど、まあ嫌だよね、うん、切れていきますもんね、そうそうそう、では入り方としてどういう風にして入るかというと、では酒井コーチ打点を、作ってもらっていいですか、僕の今の打点を、はい、まあ大体腰のあたりで、はい、まあ、これが通常のトップスピンです、こうちょっとこうインからアウトにこう、はい、持っていくのがトップスピンです、でこれを、うん、ここからこう持ってきたいんだよね、で今ちょっとトップに当たってしまってるけど、もう少し真ん中に当てたいです、真ん中に当てて、ほんのショット少しずらす、ちょっと自分側にずらす、自分側に、うん、だセンターからトップに行くような感じ、うん、なるほど、うん、でこれがうまくいくと出だしまっすぐそこから切れる、うん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 、効果的なのはね、少し逆クロスに打てる方が効果的なんだよね、ほうほう、相手の甘い少しクロス浮いた球をバックのここら辺だ、ポジション的にはここら辺がいいかもしれないです、なるほど、ここら辺になると、はい、もうまっすぐ打ってちょっと切れるか、もしくは少し内側に打たないといけなくなるんで、あ、じゃあ、まあ、難易度としてはこっち側のが簡単、簡単、うん、うん、だここは待てる、待って狙ってきる、うん、で曲がってる分を計算して入れれると、曲がってんのと曲がるのと、あと向こうが外側に向かってってるんで、はい、さらにクロスに引っ張りづらい、なるほど、うん、あえて回り込めそうな場面ですけど回り込まずにバックハンド、うん、戦術的にバックで入っていいと思います、うん、まあ、ちょっと言ってみようか、これぐらい少し向かってきた方が打ちやすいんで、はい、うん、お、こっちに切れすぎた、今のなんかどう、どんな球、これでも十分効果あるでしょ、はい、今の、うんうん、でここではまあ、そんなに皆さんも力あるようなタイプじゃないと思うので、ここではねあんま立てたくないんだよね、逆にラケットヘッド落としたくないんで、はい、少しこうラケットヘッド落としといた方がラケットヘッド落ちないから、あ、うん、なるほど、それぐらいで保って、そう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 、それぐらい保って、でそのまままっすぐ、今のぐらい、そう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 、うん、これぐらい体に入ってきた方が簡単で、はいはい、うん、でまあクロスの中のダウンザラインだから、やっぱこっち側からボールも来るよね、はい、だそういう場合はもう少し体の使い方が必要になってきます、打ち方だけじゃなくて、はい、こう入って少し体を入れないと、こういう風に、うん、だけどこういう風に入ってこう回すともうスピンがかかっちゃうんで、このまんまダウンザラインに打つんで流して打つと、ダウンザライン入って流して打つと、うん、すごいショットじゃない結構真ん中付近からやっぱり流していく感じがありますよね、ある、うん、トップっていうよりはなんか、うんうん、もう少し近くてもいい、
そう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 。ああ、なるほど。うん。で、もう少し、今ボールの、はい、まあ、ここを見るような感じだけど、もう少しここを見ちゃって。若干後ろ気味ですか、うん、若干横をこう見ちゃって。おー、うん、今だと、はい、結構後ろから見てます。後ろを見るような感じだけど、はい、もう少し見えなくなるようにして。ああ、なるほど、なるほど。体を逃がしやすくするためも。だもう少し待たないかな。そう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 。ああ、なるほど。おうほうほう。オッケーオッケー。はい、以上になります。今日はシングルバックハンドのダウンザラインについての動画となります。はい、その球種を変えるって言っても、なかなかどのように打ち方でその変えるかっていうのはこう理解しにくかったりもするじゃないですか、うん、でトライもなかなかしづらかったりもするんですけど、うん、なんか今日教えていただいたポイントでサイドスピン気味にボールを打っていく、はい、一つのなんかコツっていうのが分かったなって感じがします、うん、打ち方もあるしね、はい、うん、やはりそういう打ち方をしないと、まあ、目的とした球にならないし、うん、逆にトップスピンを打ちたいのに今みたいな打ち方をしてしまうとトップスピンかからないし、うん、やはり目的をはっきりしないとダメだよね。そうですね、うん、なんか今日特にその最後の本当やってる中でボールの見方を真後ろから見るっていうよりは若干ちょっとこう横から見るっていう、うん、その新しいその視点でのボールの捉え方っていうのが、うん、あ、すごいこうその逃げるボール打つには有効なんだなっていうのが、うん、だからそれが間となるんだよね。駆け引きとして間を作ってクロスみたいなのや打ったりとか、はい、まあもちろんそれがベースじゃないんだけど、はい、そういう風にところどころ入れることによって相手にリズムをつかませない、まあノイズを与えるというプレーにつながるのかな、はい、なんかすごいこうやってみたいテクニックだなっていう風に感じました、はい、ぜひ皆さんもシングルバックハンドこのダウンザラインをこのサイドスピンを使って打って成功した決まるようになったという方コメントお待ちしております。では皆さんまた次回お会いしましょう。ありがとうございました。